では、立体図形に、三平方の定理を使う問題をやってみます。このように、直方体があって、辺の長さが、このようであったとします。この直方体の対角線の長さを求めます。まず、自分でやってみてください。では、解説します。対角線は、これです。この長さを求めるのです。もちろん、直角三角形を作らないと、定理が使えません。まず、この対角線を斜辺に持つような、このような直角三角形を作ります。対角線の長さを、x とします。この長さは、6センチです。でも、この長さがわかりません。この長さは、この直角三角形を使って求めます。この長さを、y とします。三平方の定理に当てはめると、y の2乗、イコール、5の2乗、プラス、3の2乗。計算します。イコール、25プラス9。イコール、34。よって、y イコール、ルート34。これで、この直角三角形を使うことができます。定理に当てはめると、x の2乗、イコール、カッコ、ルート34の2乗、プラス、6の2乗。計算します。イコール、34、プラス36。イコール、70。よって、対角線の長さは、ルート70、センチメートルとわかりました。さて、ここで、便利な方法があります。ここで、34が出てきて、ここで、その平方根にして、ここで、また2乗して、元の34に戻っています。つまり、この計算を、そのままここに使えばいいのです。つまり、まとめると、対角線の2乗、イコール、5の2乗、プラス3の2乗、プラス6の2乗、と、一気に式を作ることができるのです。つまり、対角線の端から、こっちの端まで、三つの辺を通って辿っていくときの、それぞれの辺の長さの二乗を、全部足したものが、対角線の長さの二乗になっているわけです。これで、今回の授業を終了します。お疲れ様でした。